こんにちは、川勝良一です。現在コロナの世界的大流行で、日本も非常に厳しい状況が続いています。今私たちにできることはステイホーム、できる限り、家にいること。本当に今は大変なストレスがかかっている時でありますが、私のいる東京も非常に毎日感染者数が多く、ニュースで見る京都の観光地の閑散としている景色を見ると非常に大きなショックを受けています。本来だったらスポーツがこういう状況を変える意味でも非常に大きな力を持ってますが、スポーツも今はできません。ただいつか近い将来、またスポーツが思い切りできる日が来ると信じて、またそのスポーツの力で、この社会を大きくまた変えていける、明るく変えていける、いい未来につながるような状況に持っていけると信じて、今はひたすら全員で力を合わせて我慢、人に対しての思いやりを持ってしっかりとこの時間を、過ごしていければと思います。全員でこの状況をしっかり乗り越えていきましょう。頑張りましょう。